行モード起動。ミッション開始だ。停泊中の教習艦を全て破壊していけ。コード15、侵入者を捕捉。基地全体に共有。脅威度の測定を開始する。戦友、こちらは通信基地近傍で待機している。回線は繋いでおいてくれ。そちらの状況を見て仕掛けを。戦友、こちらで中継アンテナを破壊した。これで連中はしばらく外部との通信ができない。その間に作戦を進めてくれ。目標残り4隻。コード5、目標を確認。迎撃開始。外部通信が途絶。順調に進めているようだな、戦友。こちらも撹乱を続けているが、復旧対応が早い。この通信妨害は長くは持たないと思ってくれ。教習艦、あと3隻です。目標が教習艦に接近。弾幕を張れ。機械を下ろせるな。上級以下。
間の執行期か。待たせたな、戦友。久々の共同だ。助け合いの精神で行くとしよう。コードダブル4、排除対象2機の情報を回してくれ。システムより回答。企業所属、レッパー4だ。独立傭兵、識別名レイム。飛行者については、登録情報との誤差を再統合する。無謀な組み合わせだ。企業も傭兵に頼らざるを得ないということだ。この程度だったか。